ペルーで APEC の首脳会議は開かれました。アメリカが内向き、敵対的な関税政策を言っているうちに、中国は多国間で自由貿易に基づく発展策を主張しました。デモクラシータイムズの山田さんと増美さんのお話、聞きましょう。けども、だから武力の前に経済力が落ちてしまうと、やっぱり世界の覇権というのは経済力と武力が両方相まって政治力になるわけですよ。で、経済でこうやって貿易障壁を立てて、どちらかというと内向きのことをやってると、それは、まあ、国内に金ばらまけばね、なんとかなるけど、そんな関税障壁で守られているような国だったら、やっぱりどんどん競争力が落ちてくるわけですよ。で、経済力が落ちてきて、その内向きでやってるうちに、結局そうなると最終的に政治力、軍事力にも影響が出てくるわけで。だから そういう意味でね、バイデンっていうのは、トランプっていうのは、目先非常にうまく人の、関心を買うけども、長期的に見ると、アメリカを自滅の道に導いてる。だから、確かにそうなってきたのは、アメリカの資本主義があまりにも苛烈で、貧乏人がね、もう反乱を起こす寸前まで来てるっていうことになる。これはアメリカの、まあ、ある意味で、身から出たサビかもわかんないけど、そこで登場した指導者が、結局適切な、処方箋を書かずに、なんとなくそのごまかしをやれがゆえに、どん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 衰退に拍車がかかっていくっていう、まあ、大きな国が落ちるようになっていく時の循環がね、今、トランプの下で始まりつつあるんじゃないかなっていう感じがするんですよ。だからこれはアメリカにとってみても、相当やばい状況じゃないかな。しかも国内が分裂してる。それで、政府が、世界に通用するような理念を示すことができない。それなんか知らないけど、人を罵倒するようなことばっかり言ってる人が指導者になって。多分これは、まあアメリカちょっとひどい状況になってきた。そうね。だから政権自体がもう縁故主義の塊みたいになってるでしょ。これはもう崩壊、だから巻き込まれないようにしましょう。そうですね。私たちは私たちで考えないといけないっていうふうに、嫌でも、これくっついていったらどんどんディールで。そうだけど本当ね、アメリカの利益っていう、アメリカの誰の利益なのっていうところが、トランプの利益で、それこそトランプにいいにじり寄ってくるような人たち、そういう人たちにはちゃんと分け前、その代わり現金出してね、票出してねみたいな、そういう形で、まあだから完全に政治がおかしくなってきてるっていうかね。というので、まあちょっと他国のことながら、なるべく影響を受けないように自立した道を歩みたいなというのが感想です。はい、時間があれな、日本には賢い外交を期待したいです。